こんにちは、日野です。ちょっと今休憩してたんですけど、休憩させてもらって、本を読んでおりました。で、毎日1回はね、こう本読まないとね、ストレスが溜まっていくっていう性格なので、本をね必ず読むということで、やっぱ癒されるんですよね。癒されるっていうか、もし活字中毒というのか、活字をこう読むと、なんかこう自分の中ですごくリラックスできるものがあります。今、東野圭吾さんっていうね有名な方がいらっしゃいますけど、その方のこの前波屋雑貨店の奇跡ですかねっていうようなタイトルの本を読みまして、これは去年かね、2017年に確か映画化されてるんですよね。またちょっと見てみたいなとは思ってるんですけど、その後、無限化っていうんですかね、夢の幻の花っていうね、無限化っていうのを今読み出しているところです。東野圭吾さんって、僕実はずっと前から好きで、ずっと前というか学生の頃から好きで、今本当にねすごく超有名になっちゃってますけども、もともとそんなにこう有名ではなかった頃からこう読んでる方なんですよね。だから今の東野圭吾さんっていうのは、こう大衆受けするものを書かざるを得ないっていうのもね若干あると思うんですね。だからそういう意味では、もう昔のようには書けないっていう部分も多分あるんじゃないかなと思うんですけれども、安定したこう円熟の、ね、境地っていうのはあるなっては感じるんですけど、ただ初期の方が僕は好きっていうのは結構あって、今のはこううまくこうまとめられすぎてるというのか、こううますぎるというかね、かえってうますぎて、初期のこう荒々しさというか、そういう荒さ、荒っぽさというか、そういうのがなくなってるなっていうのは、これは誰しもね、こう成長していくとそうなっていくものだと思うんですけども、そういうのがありまして、初期の方が結構好きな作品多いですね。Q とかね、前もどっかで映像で喋ってた気がするんですけど、そういうものがあります。だから僕自身なかなかこう、偏屈というのか、あんまりこうまだメジャーじゃない人の方が好きっていうのがあるんですよね。できるだけこうマイナーな人を探すっていうなんか癖があって、なんかそういうところに埋もれている人とかね、歌手とかでもそうなんですよね。歌手とかでも売れすぎるとなんか興味を失ってしまうっていうか、で売れてない人というか、まだこれから世に出ていく人、あるいはもうマイナーでずっとそんなに表に出ない人の曲が好きだったり、そっちの方がこう聴くポテンシャルっていうのがあるというか、聴きたいっていうポテンシャルがあるっていうのは、そういうのがありますね。それはどうでもいいんですけども、そういうのがありまして、先ほどそうですね、何か読んでた本があったと思うんですけど、そうですね、本は本当にいろんな方のを読むっていうので、10冊以上はカバンに詰め込んで、で、もう気が向いたらいろいろこう引っかえ引っかえ読んでるような状況なんですけども、マコモの本がね、そういえば一応発売になってるんですけど、なんかすぐ欠品になっちゃって、マコモの、長野理央さんとか、あるいはマコモの株式会社リバーブの小野寺社長、会長ですかね、会長が書かれた本っていうのが出てくるっていうことで、このマコモについても非常に面白いんじゃないかなっていうふうに読んでみたいなと思うんですけど、本に本当に、出版されるかどうかっていうことも言われていたんですけども、ちょっとね今現状がどうなのか、出版されたみたいなんですけど長期欠品みたいな感じになっちゃってて、実際入ってくるのかどうかっていうところですよね。
まあ、かなりこう踏み込んだ話もされているそうなので、かなり表に出せないような内容を出しているそうなんですよね。だからマコモっていうのも非常に面白いなと思いますし、朝っていうのもね、面白いし、あと僕の中では三大植物というか、のようになって、イグサとマコモと朝っていうのを、ね、今注目しています。まあ、それを日本の伝統文化をね受け継ぐっていうことでも大事だと思いますし、そういったものをうまく取り入れることで、人間をね幸福にもしてくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、朝っていうのはもともと日本の神道ではずっと使われてきたわけですよね。で、まあ、今度天皇陛下の生前退位っていうの、生前退位っていうのがあって、次のね今の皇太子が天皇になるっていうことになるんですけれども、まあ、その時に天皇が変わった時に行われるのが大嘗祭っていう祭りがあるんですよね。で、この大嘗祭っていうのは、の祭りの時に新たいっていう服を、その三木家から納められるそうなんですね。で、それを使って儀式、大嘗祭の儀式がされるんですけれども、この新たいっていう衣服は三木家がずっと使って朝を使って、作り続けているものなんですけれども、今まで実は納められていなかったそうなんですよね。それが明治の時代になって、明治帝になってからようやくこの新たいが三木家から納められるようになったと。それまでは納められていなかったというか納めていなかったそうなんですね。で、それはまあなぜかっていうと理由がやはりあって、まあ、その本物の天皇家の血筋ではなかったからっていうのが言われてるんですよね。まあ、これ有名な話でもあるんですけれども、まあ、南朝系と北朝系っていうのがあって、今は北朝系っていうのがね、まあ、その定説というか当たり前のように言われてるんですけど、実は明治の時に南朝に入れ替わってるっていうね、まあ、これはあちこちで言われ出してきてるので、多分知ってる方も多いと思うんですけど、そういうことが実際あったんじゃないかと言われているわけです。ですから南朝に変わったことで、まあ、南朝がね、まあ、本流というのが、正当な血筋だということを言われていますので、それによって三木家はやっぱ知ってたんだということですよね。それによって、南朝になってから再び治めるようになったというのが本当のところみたいなんですよね。まあ、その大嘗祭の儀式っていうのも非常に面白くて、本当に まさに天皇が一度死んで復活するっていう儀式になるんですよ。新装束を着て、そして実際に死んで蘇る、復活するっていう、これは、まあ、言ってしまえばイエス・キリストの死と復活を模したものになるんですよね。で、まあ、日本っていう国をねこう突き詰めて見ていくと、そういう、キリスト教の聖書とかって言われているそういった部分がかなり濃厚に反映されているのがあるわけです。まあ、神道の神輿がねその聖書に記されている、契約の聖書アークを模したものであるとか、あと、移動式神殿の幕屋っていうね、古代イスラエルの人たちがこう移動していた時に神殿の幕屋ってあるんですけど、その幕屋の構造が、神社の構造と、まあ、そっくりであったりとか、まあ、そういう意味で見ていくと、結局神社っていうのは、まあ、その原始キリスト教的なね、ものがあるわけです。で、犯罪って言って、まあ、その羊とか牛とかを犠牲にして納めて、その祭祀を行っていたっていうのも、これもキリスト教の、まあ、キリスト教というのか、聖書に記されている民たちの儀式の、ことでもあるんですよね。だからそういうのを見ていくと、まあ、色濃くその聖書の文化っていうのが実は反映されているわけです。ですから、まあ、旧約聖書、新約聖書ともに実は反映されているんですけれども、まあ、その中でイエス・キリストっていう人物がいますけれども、まあ、この人物っていうのは死んで復活した、まあ、十字架にかけられて3日後に復活したって言われていますけれども、これは日本の文化風習を見ても至る所に見られるんですよね。例えばおとそっていうね正月の儀式がありますけれども、このおとそっていうのは屠殺して蘇るって書くわけです。つまり一度殺して蘇ったっていうね、まあ、そういうイエス・キリストの儀式というのか史実を象徴的にこう表している、
儀式でもあるわけですよね。だとか、あと、天の岩戸神話っていうのがありますけれども、これは天照大神がですね、岩屋の中に閉じこもってしまったと。そして世界が暗闇に包まれた。でその後、まあいろんなこう神々の協力のもと引っ張り出そうとして、扉をこじ開けて最後はねこう出てきた裸踊り、天の渦目、雨のうずめの御事ですかね。ちょっとごめんなさい、忘れました、ど忘れしましたけれども、あのうずめの御事って言いましたよね。まあ、その、存在、女神というのか、まあ、その存在が、こう裸踊りみたいなのをして、でそれにこう何だろうって出てきた時に顔を覗かせてこじ開けてこうね開いて出たっていう神話がありますけれども、光が戻ったと。それはまさに、天の岩戸にこもったお隠れになったっていうのが死を意味して、そしてその後、天の岩戸から出てきた、これが復活を意味するわけですよね。だからそういったイエス・キリストの死と復活を象徴的に実は表しているということになるわけですよね。ということはもう、ご存知というか、そこから読み解けるように、天照大神イコールイエス・キリストっていう構図も描けるわけですよね。ですからそうなってくると、伊勢神宮の、内宮にの祭神である天照大神イコールイエス・キリストっていうふうに見たら、そこの内宮、伊勢神宮の内宮っていうのは、実はねものすごく驚きのね、もう結論、ものが、秘密が隠されているっていうことも言えるわけですよね。いや、日本っていう国はそうやって見ていくと、まあ、結構とんでもない国だというふうになるわけです。で、まあ、どこからそんな話にちょっとなっちゃったのかあれなんですけれども、まあ、そういうね、ものがありまして、見ていくと日本っていう国は本当面白いなということなんですよね。で、僕たちは本当の、ね、そういう流れを、知る必要があると思うし、まあ、いずれもう、そういった流れが来ていますし、いずれ明らかになっていくと思うんですね。まあ、それはあの仕掛けられているわけです。扉が、必ずその仕掛けられていて、扉がまた開くようになっているんですよね。だから、仕掛けたということは仕掛けが解かれるということにもなるわけですから、解かれるようになっているわけです。いずれそういう日本の本当の姿っていうのも明らかになっていくと思いますし、まあ、そういう流れになってるんじゃないかなっていうふうにね、思います。まあ、次の天皇に変わるっていう時も、大乗祭とかね、いろんな儀式がまた、ありますので、そういったことも知られるようになるんじゃないかなって思うんですよね。ということで、